この項目では1936年6月19日から同月21日まで開催された全日本週休選手権大会について記載する。なお、本大会は天皇杯全日本サッカー選手権大会の第16回大会にあたる。この年にはベルリン五輪があった影響で日本代表選手不在の大会となった。日本代表は4月から合宿に入り、 6月20日に日本を出発した。6月6日にあった関東予選の決勝では、主力を数多く、日本代表に取られた早稲田大学を、KOBRB が6から2で下した。本大会には、各地方予選を勝ち抜いた5チームが参加。試合はすべて、東京都新宿区の陸軍富山学校グラウンドで行われた。関東、関西。 朝鮮代表の実力が抜きんでており、その中でも大会前から優勝候補の筆頭と対抗格に目されていた、広志聖専門と KOBRB が決勝に勝ち上がった。広志聖専門は、首相のハイ・タカシ・シノギなど前回優勝の前傾上、集球団で主力だった選手を何人も用していた。KOBRB は、日本代表でチームを離れる選手が、ウコン、 徳太郎のみと比較的影響が少なく、そこに OB の松丸定一話を補強していた。決勝は2から2で迎えた後半39分、KOBRB がスローインを起点としてチャンスを作り、駒崎が決勝ゴールを決めた。試合時間は1回戦及び、準決勝が70分、決勝が90分であった。なお、 2006年に日本サッカー殿堂に選出された福島源一が本大会で初めて先進を務めた。天皇杯65年史及び第94回天皇杯パンフレットでは東北学院大学の表記だが週休第4巻第3号とサッカーマガジン1968年6月号では東北学院クラブ東北学区となっており翌年度に出版された。 運動年間昭和12年度朝日新聞社出版においても、東北学院ともと表記されている。ABCDF、e, 靴和田光雄、サッカーの歴史天皇杯全日本選手権、サッカーマガジンベースボールマガジン社、1968年6月号、115から118ページ。AB、週休第四巻第3号。ピアニッシュも、18から26ページ。 2009年2月17日閲覧。A.B. 鈴木武史編著。天皇杯65年史財団法人日本サッカー。協会。1987年。92から93ページ。ありがとうございます。